バッグの中身見せてくださいっていうの結構多くて、はい、あの試合用と普段の練習用は違うんですよね、バッグ。そうですね、こっち青い方が練習用で、はい、柳田さんから、はい、いつもあの僕試合に使って赤いやつが試合の時に使ってます、じゃあラケットから、ラケットまず何本入れてんのかとか。ラケットは今2本しか入れてないです、はい、練習なんで。それと、はい、あとこっち張り立ての方です。張り立て、はい。どれぐらいに一遍ガットって張り替えるんですか。そうですね、前僕このラケットに変えたのは去年の秋なんですけど、はい、それまではもうガットを張って1日か2日でしか使わなかったので、今のこのラケットに比べては本数が多分リアルな数字で20本くらいは持ってたんで、それじゃもうでそれをもう毎日もうテンションあるけど保ってる状況 で、なので一番いい状態のやつをずっと使い続けてたんで、はい、その時は本数があったんで1日1本くらいのペースで、まあ、1.5 とか 1.5 で 1.5 インチで1本みたいな感じで回してたんですけど、今はあんまり伸びないガットなので、はい、硬いガットポリアクション使ってるので、ポリアクションネックスの青いガット使ってるんで、あんま緩まないんで、そんなに張り替える頻度はなかったんですけど、やっぱ大会の前とか、まあ、それ使ってもでも4日とかですか、3日4日くらいしか使わない、1週間は使えないんで、それぐらいですかね。はい、あとはこっち汚いですけど着替えとかです。で、これ靴下と、はい、あ、テニス関係の靴下 ね、スパッツと、はい、あとリストバンドですよね、リストバンドと靴下と、うん、あとこれ中に着てるインナーの上なんですけど、全然きついのが嫌いなんで、ちゃんと意外と整理されてます、ね、はい、ちょっと整理してきました、はい、きついのが嫌いなんでペラペラのやつ着てます。緩めの靴ですね、はい、そうです。意外とみんな多分知られてないと思うんですけど、うん、ヨネックスなんで着てます。みんなピタッとしてるやつ結構着ますからね、はい、ダメなんですよ、ちょっと息できないようになって、コンプレッションは苦しいとこっちがちょっとそういうアクセサリーの方の系で、はい、あとはこっちがだいたい僕 T シャツでいつも練習してるんですけど、はい、大体 T シャツと、はい、もう今も着てるんですけど T シャツと、うん、あと短パンと、もう T シャツもヨネックさんから全部、そうですね、ああ、よかったですね。それで、で大体、まあ、ユニフォーム2着、まあ、これか練習着とかもこれも入ってるんですけど、はい、で練習終わった後とかにそのトレーニングして帰ったりするんで、その時にはいつも袖あるのあんま好きじゃないんで、そのスリーブでいつも走ったりして帰ってます。トレーニング中、肩周りとか、はい、そうですね、腕のトレーニングとかね、はい、引っかかるとあれですから、ね、とかなので、練習終わりはこんな感じリラックスしながら走ったりして、大会はソフトテニスノースリーブダメなんですよね。いや、もうあり、最近なんか OK になったんで、はい、ですけど僕はまだ着て、ちょ結構日焼け痛いんですよ、これ夏に着ると肩が痛れるので、大体毎日着てます。ウェアと、練習着のランニングシャツみたいなのを何着か持ち歩いてる、はい、そうですね。あとはどうですか。あとはこれがフォームアップなんですけど、はい、絶対長い時も着てたんですけど、はい、まあ、各スポンサーの方とかスポンサーさんのいっぱい入ってます、ね、入ってて、で気づいた人いるかもしれないですけど、僕あれなんですよね、このチャックがないと嫌なんで、うん、トレーナーとか多分着てるのあんまり見たことないと思うんですよ、はい、もうこうやって脱ぐのがめんどくさくて嫌なんで、つかかって嫌なんで基本的に全部練習の時はジップアップこの開くやつで、で途中まで上だけ着て、で下履いてやらないんで、下はいつもこういうスウェットとかなんですけど、でそれでやって、だいたいちょっと体ためきたそのまま見て脱いで、そのまま練習やってみたいな感じなんで、多分全部の動画見ても大会でよくある風景ですよね。僕がおそらく着てるのは全部ジッパー好きなんで、ちょっと見てください、はい、あとまだありますか。あとタオルと、はい、ヨネックさんの大きいタオル、はい、でかいのしなきゃ無理なんで、これが練習終わった後に着てるんですけど、ベネックスって言って、はい、リカバリーの上なんですけど、あ、その
オフの時に着るウェアで、いつも天皇杯の時とか大会の時いつもそうですね。大体試合終わって、試合終わったら自分の一日試合が終わったりとか、あと試合間がちょっと間空く時とかはこっちに着替えて、はい、でまあこういうビデオあるんでそれで着てやってます。で寝る時は毎日着てます。はい。で、まあ、寒いんで今手袋してます、ヨネックスの、はい、これも結構古いやつなんであれですけど、これ好きなんで履いてます。この今年の天皇杯も雨だったから初日とかずっとつけてましたよね。はい。なのでもう今までなかなか手袋して試合したらなんか態度悪いとかそういうちょっとルールがマナーがとかで言ってたんですけど、やっぱりいいパフォーマンスを発揮するためにはそういうとこ大事なんで、はい、まあ、僕はそういうふうにやってます。普段の練習もなので本番だけ手袋つけてるわけじゃないけど、うん、普段の練習も結構つけながらやったりするんで、そういうあらゆる場面想定してやるようにしてます。これとこれとかはアップで使うボンドとチューブですね。肩関節周りとか、こっちはそうです、こっち肩の方とかで、はい、こっちがお尻の方でやったり。強度って結構強みですか？こっちは結構来てるんですけど、もうなんかあれなんですよ、使いすぎて破けそうなんでちょっと怖いんですけど、はい、それだけ使ってるってことです。下半身の、そうです、お尻使えるように、はい、大臀筋とかですね。そうですね、ちょっと何年か前に膝怪我しかあったんで、はい、それでしっかりお尻使えるようにってことで、ここ1、2年くらいは習慣づけて毎日やるようにしてます。これとこれは、これは練習終わったっていうストレッチポールよくあるやつの筋膜リリースのめちゃめちゃ短いバス。そんなの来るんですね。10分の1くらいの持ち運びが便利。自分で切ったとかじゃないですか？違うです、こういう製品です。やってて、なんでもう試合の時とかいつもこれ腕にはめてドラマしてるんですけど、で、これゴロゴロやったりしてやるのと、こっちがまあ、それも筋膜リリース用のボールで、そうです、これはもうブルブルする。あ、ブルブル、ハイパースフィアって言うんですけど。あー、ほんとだ、ブルブル。3段階であって、じゃあ当てて電気入れてみたいな、電気の振動も借りてみたいな。で、こう、これも一緒で、はい、まあ、ピンポイントでやるんで、まあ、結構、なんだろうかな、ふくらはぎとか腰とかはいいですけど、こういう大きいとこはこっちでやった方がいいんで、うん、2つ持ち歩いてやってます。はい、怪我したらおしまいなんで、確かにケアの時間は長くとってます。まあ、これはいつもトレーニング行くんで、その後のプロテインとか入ってます。はい、今の時期はシーズン終わったくらいなんであれですけど、シーズン中とかはよく自分の運動量があるんで、そんなに何だろう、脂質の多いやつっていうかは選んでなくて、植物性とかそのアイソプロなんで、なんだ、脂質が低いやつ選んでるんですけど、ただ今増量するって、また冬に入ってウェイト期間入ったら、はい、ちょっと変えて、今度そのそうですね、はい、成分によっても違いますもんね。やっていこうかなっていうところです。今もうちょっと今試合があるんでちょっとだけ、はい、なんで12月入ったくらいですか、中旬くらいからメインそっちに切り替えて、ちょっと頑張って今年のトレーニング頑張って筋量を上げていけたらなと思ってます。はい。で、まあ、これが普通に効果です。はい。あとは僕めちゃめちゃグリップ巻き替えるんでグリップテープ、はい、どれぐらいでボロボロになるとかですか、それでも決めて巻き替えるんですか？いや、もう例えばこれとかも見た感じは新しいじゃないですか、はい、ですけど打つ時にはもう2日とか開けちゃうと、うん、針で巻き立てっていうか新しくてもうすぐ取り替えます。うん、感覚大事にしてるんで手元の。確かに。それがなんですけど、まあ、元々あんま僕も力んで打たないんで、そんな手に力入れて打ってないんで、豆もそんなに人と比べてないですし、うん、グリップも削れることほとんどない、うん、多分こう僕が記憶正しければ、高校1年か2年くらいからグリップ1回も穴開いたことないんで。じゃあ穴開くほど強く握らないのもあるし、そうですね、あとグリップ感覚が残ってる間にもう巻き替える、はい、とかなんでグリップがめちゃめちゃ入ってます。ちょっといいですか、ね、はい、そこと、うん、でこれ粉なんですけど、うん、雨降った時とかに使えるように。なるほど。で、グリップの処理も2つあるんですけど、はい、その普通スーパーベッドグリップと、一応見せてもらっていいですか、ね、こっちが普通のウェットスーパー、はい、こっちがタフグリップってあるんですけど、はい、ちょっと違うんですけど、うん、こっちの方がちょっとホールド感が強いんで、はい、なので天気に分けて結構使って、天皇杯の時とかも雨の日は結構こっち使って、はい、普通の晴れてる日はこっち使ってっていう、うん、使い分けしてどっちでもいけるようにいつも準備してます、はい、あとはこれとかですかね、アミノバイタルとかは僕圧すること多いんで、はい、その栄養素にならないようにちゃんと取ってリカバリして、練習中とかもお腹減ってくるんで、いつもゼリーとかは2個くらい入れて、はい、2段ゼリー、はい、はい、お腹減った時に言ってます、
何もしかないです。そんな感じ。これでも今日練習用なんですよね。そうです、大体毎日こんな感じで行って、で大学で練習してるんで、はい、基本的にこういうものとかはこっちの、あのケアグッズとかは、はい、あの練習時に使うやつなんで大学のロッカーに入れてる、部室のロッカーに入れてもらったりとか、はい、今日場所がちょっと違うんで、はい、その時は持って全部持って全部持ってきてくれたと、ケアに入れてというふうになるんで、今度大会の時また中身違うと思うんで、はい、大会の時にまた大会本番用のバッグの中身ちょっと取材させてもらってもいいですか。めちゃめちゃ多いっすよね。半分ぐらいホテル置いていって、はい、でもう半分はキャリーに入れていってるんですけど、その日使うやつとかで、はい、ユニフォームの色とかも大体2色と3色同じウェアで着るんですけど、うん、まあもう特にこの日何着ようというよりはもう気分で決めて、うん、そしたらその日はこっちで行こうみたいな感じで、うん、やってます。で、ウェアに合わせてリストバンドとかも買えるんで、うん、なのでかなり3着あったら、ウェアが3着あったら、3色あったら、はい、それにリストバンドが3色ずつなきゃいけないんで、うん、かなり持って、20個ぐらい持ってってます、はい、練習の時とかに、これはちゃんと持っていた方がいいよとか、はい、こういうものは持ち歩いた方がいいよとか、はい、なんかそういうアドバイスとか心がけとかありますか。そうですね、まあ、人それぞれ感覚があるんで何か違いにいないですけど、はい、やっぱりテニスラケット持ってやるスポーツなんで、はい、手元の感覚は、まあ、その人しか分からない感覚なんで、やっぱ僕はそれがグリップが新しい方がやっぱ何の、うん、なんだろう、害もなくというか絶対狂いのない手元の感覚を得れるんで、毎回新しいグリップ膜にしてるんですけど、まあ、やっぱお金はちょっとかかるかもしれないですけど、うん、まあ、その分やっぱり技術が上達して勝てればそれに越したことはないですし、 その対価が得られれば頑張ろうってなると思うんで、まあその着替えとかもそうですけど、やっぱり自分の体調管理できない自分しかいないんで、やっぱりそういう細かいところにもやっぱどうでもいいやって思うんじゃなくて、やることで何かまた技術の一つなんか進歩できるというか、ぜひその道具にこだわりを持ってやってみてください。はい、じゃあ今日はちょっと特別なレポートでしたけど、はい、中身いろいろ見せていただいて、はい、ありがとうございました。来ないです、ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。No, yeah.